はい、どうもこんにちは。これコブヨコバサミの水槽です。コブヨコバサミが7匹か8匹こんな感じいますね。いろんな大きさの、あ、これなんか殻を変えようとしてますね。殻査定中ですかね。いろんな大きさのコブヨコバサミがいます。これは何してるんですかね。なんか貝にぶら下がってますね。こんな感じでサンゴの砂を入れて、あとは石とか海藻ですね。紅藻、紅の藻って書いて紅藻ですけどね。紅藻結構持ちがいいんで入れてます。あんまりこう腐ったりしないんで。なんかみんな、これもなんか殻変えようとしてますね。この個体が一番でっかいですかね。びっくりして出てこないかな。そんなことないかな。コブヨコバサミ、これでも中ぐらいの個体ですね。もう少し大きくなります。まあ、でも今いる中ではこれが一番、あ、こっちの方が大きいかな。こっちもまあまあ大きいですね。これね、挟まれるとまあまあ痛いんでね、力も結構強いね。そんな感じです。